皆さんこんにちは、糸花たあやです。さあこの番組はですね、山陰周辺のアウトドアに挑戦していくという番組なんですけれども、あちらに大山が見えるんですよ。こちらはですね、安来市でございます。ということで今回の先生ご紹介したいと思います。お願いします。こんにちはこんにちは勝目さん、はい、レギュラーですよ。もういやいやいや先月ぶりじゃないですか。そうですね。ということは、はい、おそらく、はい、キャンプなんですかね。そうです、はい、今回は後ろに見えてる、はい、十神山があるんですけど、十神山、はい、あちらの山の麓にあるキャンプ場で、はい、焚き火料理をしていきたいなと思います、焚き火できるんですか今日。はい、今回2人がやってきたのは島根県安来市にある十神山渚公園キャンプ場。 JR 安来駅から車で5分と市街地にほど近く、中海を望む絶景が特徴のキャンプ場です。さあということで、はい、もろもろの準備を終えまして、はい、一旦落ち着いたところなんですけれども、はい、目の前が今海なんですよね。そうですね、中海ですね。中海の目の前にあるキャンプ場最高ですね。町からそんなに離れてもないですし、うんうん、前が綺麗な中海、ね、景色がすごい良くて、はい、知らなかったです、こんな場所があるって。今日は焚き火料理をしていくということで、はい、何からしますか。今回は板花さんに一人で火付けに挑戦してもらおうかなと思ってるんですが、はい、はい、分かりました。覚えてますか。なんはい覚えます。大丈夫、いける、覚えてます。はい、最初はなんかこういう、はい、ちっちゃい薄い木から空気が入るように組み立てていくんですよね。はい、そうですそうです。ほんでもってこちらですね、はい、前回も使用しました。あれライト使いませんよ。あ、そうだそうだ、使いませんよ使いませんよ、分かってますよ。これがね大事になってくるんですから。そうですそうですそうです。はい、それです。マッチの感覚で、マッチの感覚で、はい、ではいざ、はい、着火。中の方に消えてくる。あ、消えない消えない消えな い, 消えない。大丈夫かな。あ、大丈夫ですね。まだ早いです。まだ早いですまだ早いです。まだ早いです。火が少しずつ大きくなってくるんで、この木の周りに火がこう出てきたら乗せるから楽しいですねあ、でもちゃんと香りがしてきました。でもやっぱ山でやってる時と違うのは、このさざ波の音が聞こえてくるのが、ね、いいですね。いいですね、落ち着く、いい BGM になってくれてる。火が大きくなったら、まず針葉樹、続いて広葉樹の順に薪を追加します。火がいい感じになってきましたね。なんとか勝部さんに助けていただきながらやってまいりましたけれども、はい、この網をさっき乗せましたね。こちらがあのユニフレームさんの五徳になってます。五徳、はい、この網の上にこういったフライパン、これチビパンっていう、チビパンかわいい、かわいいまずこのちっちゃいフライパンでガーリックシュリンプを作っていきます。こう乗せて、そこに乗せるんだ、はい、まず温めますね。温めます、はい、鉄鍋なので、しっかりと油を通してあげることでくっつきにくくなったりしますね。使い勝手良さそうですね、チビパン。そうなんです、かわいいですよね。かわいい家に欲しい。そしたらこちらに少し油を入れていただいて、はい、はい、でニンニクを、よいしょ、はい、はい、火力が調整が結構難しいので、うんうん、
こんな感じでエビを入れましょう、はい、さっき釣ってきました頑張りましたちょっと水がもうちょっと入れてもらってもはい、OK です。いいですね、なんか共同プレイって感じね。火が弱いかもしれないので薪を足してください。薪を足します。同時進行をしていきたいので。そうですね。お米さっき水入れてくれてましたよね。お米水入れました。はい、どっか火が、ここら辺でいいですか。この辺で大丈夫です、はい、美味しそう。この、はい、網を置くといろんなところで同時進行できてますね。いいですね。オッケー。で、ここに一工夫を加えたいので、はい、マヨネーズを、はい、こんな感じでマヨネーズが溶けてきた。溶けてくるので、そしたらここにパン粉を入れます。はい、ありがとうございます。パン粉に焼き色がつくぐらいまで。そしたらあのザックザクの最高に美味しそうになるじゃないですか。はい、じゃあ入れます。はい、入れてください。入れてもらったら、はい、もう和える感じですね。こんな感じでいいですね。出来上がりました。ありがとうございます。はい。出来上がりました。出来上がりました。で、今これご飯を一回タオルでくるんでるんですけど、はい、これはなんでくるむんですか。蒸すためです、ね。あ、蒸してるのか。はい、あ、では、はい、いざ。パッカーン。めっちゃ綺麗な白米じゃないですか。上手にできました。超美味しそう。これ どうですか。上手にできてます。上手にできてます。初白米成功でございます。では、はい、ガーリックシュリンプどうぞ。いただきます。マジパン粉がめっちゃ。サラサラになってて、はい、いただきます。どうですか。うまっめっちゃパン粉入れるとこんなサクサクになるんですね。そうなんですよ。そしたら燻製を作っていきたいなと思います。そちらの後ろにキャメロンズのミニスモーカーが置いてあるんですけれども、キャメロンズのミニスモーカーってめっちゃおしゃれな名前じゃないですか。なんかこちらですか。そちらです。はい、そちら開けてもらうと、はい、スライド式ですね。こうか。そうです、そうです。おお、アルミホイルが敷かれてありますね。そうなんです。あの燻製の後にネバネバっとしたものがつきやすいので掃除しやすくするためにアルミホイルをしてます。いいですね。はい、これが燻製に使うものなんですか。はい、そうなんです。燻製チップが置いてるんですけど、はい、ヒッコリー、はい、これをスプーンでいう大さじ 1.5 ぐらいを入れるんですけど、真ん中の方に集めていただけると。感じで大丈夫です。感じになりますか。はい、でそちらの網の上に燻製したいものを乗せていくんですけれども、はい、チーズと、はい、サラダチキンと、はい、ミックスナッツとポテトチップスを入れたんですけど、ポテチの燻製って聞いたことないんですけど、はい、結構やられるんですか。意外と美味しいんですよ。へー、お皿みたいにさっきした方がいいよって教えてくださって作ってみたんですけど、はい、これはなんでこうするんですか。ミックスナッツは、まあ、網なのでバラバラになって穴の下に落ちないように、うん、網の下に落ちないようにするのが目的なんですけど、チーズは高温だと溶けやすいので、うん、溶けるのを防ぐためにアルミホイルでお皿作ってます。
そしたらこれを、はい、蓋をしていただいて。蓋をしたらもう待つだけで燻製の出来上がりですか？そうです。しばらくしたら煙が出てくると思うので。バイバイ。はい、はい、いいよ。おー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 おお、どうですか？色ついてます？チーズまだ全然。もうちょっと開いていただけますでしょうか？いいよ。あ、ついてるついてる。ちょっと色ついてる。ちょっと色ついてる。ちょっと燻製色というかオレンジ色が耳が出てきました。出てきました。なんでこんな煙がここで出てくることになるんですか？下のさっきのチップが焦げて煙を出してるので。そういうことか、はい、そうなんです。じゃあちょっと、はい、燻製も出来上がったということなので、はい、いきます。はい、お、いい感じの色づき具合ですね。見てください、このチーズの色、はい、いい色にできてます。あ、ちゃんと香りついてますね、はい、じゃあチーズを先にいただこうと思います。はい、はい、うん、うまっ。え、なんでチーズがこんな贅沢感あふれる、一気に香りますね。美味しいですよね。これはもはやポテチではないですよ。本当ですか？すごっ。めっちゃ抜けます香りが、やっぱり、ね、後からこれもサコス最高のおつまみですよ。うまっ。このサラダチキンどうやって食べます、はい、もうこのまま食べてみます？このまま食べても美味しいんですけど、もう一手間加えるとさらに美味しくて。マジですか？サラダの下味をつけてきてあるので、はい、そちらに切って入れてコールスローにすると。あー、コールスローね、はい、めっちゃ美味しそう。しかも燻製したサラダチキンが入ってるってことですもんね、はい、そうですそうです。これはもうじゃあサラダに入れたままってか入れただけって感じですね。そうですそうです。じゃあちょっと、はい、いただきます。はい、どうぞ。まず色がいい、美味しそう。うまっ燻製のサラダチキンめっちゃうまいですね。美味しいですよね。香りがちゃんと届いてきます、うん、燻製結構難しいと思われがちなんですけど、はあ、やってみると意外と簡単じゃないですか、うん。本当楽しい時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう今回5回目なので、うん、あのここぞとばかりに詰め込みすぎちゃったかもしれないですけどいっぱい作りました ね、 ね、きっともう勝部さんほぼレギュラーぐらい出てきてるんでもしかしたらまたどこかで出てきてくださるかもしれないということで、はい、またその機会を楽しみに待っております、はい、ありがとうございます。今日までありがとうございました。ありがとうございます。アウトドアビギナーズ、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。